高橋マイケルは、東京都国分寺市生まれ、アメリカ合衆国出身の元男子、プロバスケットボール選手である。父は、俳優のウィリー・ドーシー。俳優の添島敦氏は、イボテー。アフリカ系アメリカ人の父、ウィリー・ドーシーと福島県出身の日本人の母の間に生まれる。ラシュラ高校、カリフォルニア州立大学のースリー事故を経て、1995年に、 伊す津自動車ギガキャッツに入団。同年のユニバーシアードにも参加し、日本の準優勝に貢献。チームでも新人王を獲得。以後、伊す津黄金時代の中心選手として活躍。また、全日本のメンバーにも選ばれ、1998年の世界選手権などに出場。伊す津キューブ後、2002から03シーズンは、日本協会専属選手として活動。 2003年、新潟アルビレックスに入団。2004年より、トヨタ自動車アルバルクでプレー。2008年、オールジャパン決勝で28点を獲得し、準優勝に、貢献、10年ぶり、3回目のベスト5に選出された。2014年、アイシンシーホース三河に移籍。2017年、シーホース三河を退団。現役引退。 2020年6月28日に放送されたフジテレビ日曜ザリアルもう一度家族になりたいでロサンゼルス在住であることが明らかにされた。また同番組内で俳優の添島敦と DNA 鑑定を行ったところ添島が異母帝であることが判明した。ありがとうございます。